い、どうも、アニメリアクターの財前です。今回はですね、スケジュール動画になっております。リアクション動画ではございませんというわけではあるわけなんですけど、もうなんかリアクション動画ではありませんって、もうタイトル見ればわかるよねっていう話ではあるわけなんですけれども、スケジュール組みましたので、発表していこうと思います。2024年夏アニメがもう近づいている。2024年春アニメが終わるということが夏アニメ、2024年春アニメが終われば2024年の夏アニメが来る。もうどんどん熱くなっている。もうこの熱気は何なの？外気の異常気象なの？いや違います。2024年夏アニメが近づいているから暑くなっているんです。外気もそれに影響されているんだということで、まあかなりね、ちょっととんでもないことになっている、まあ夏アニメ、ちょっとスケジュールを組むのを非常に苦心しましたが、なんとかねスケジュール完成しましたので、今回発表していこうと思いますので、よろしくお願いします。スライドいきます。はい、というわけでやっていこうと思います。2024年夏アニメスケジュールということでやっていこうと思います。サブタイトルは日曜日戦争ということで、もうちょっと戦争が日曜日に始まりつつあるんじゃないかっていうところではありますので、まあちょっとね、今回このサブタイトルの意味っていうのもなんとなく、PV 配信を見た方はわかると思うんですけど、まずですね、まあいつもやってる通り2024年春アニメの振り返りっていうものをやっていこうかなというふうに思います。まあまだ振り返るだけ終わってはないんですけれども、まあとりあえず2024年春アニメ何があったかなっていうと、まあ音楽アニメが集結した年なんじゃないかなっていうところで、もう闇と光の落差で感情壊れるというね、光かと思った作品は闇に落ちていくし、闇かと思った作品は光に上がっていくという、もうアップダウンが、はが、もう、あーってなってしまい、僕ももう本当に壊れそうになりましたね。はい、まあそんな感じなんですけれども、まあ反省もあります。2024年春アニメの中で反省もありまして、僕としては想像を超えた面白クールになったなっていうところではあります。僕の中ではね、もうちょっとこんぐらいなんじゃないのって、ちょっと安く見すぎたんじゃないでしょうか。春アニメは、まあこんなもん、いやすごいよ、本当にすごいけれども、まあかなり想像した通りなのかなと思ったら、ちょっと想像を超えて面白かったですね。なんか面白い作品がもう面白いって評価を受けるみたいな感じかと思ったら、想像を超えていろんな作品が面白いと言われて、ちょっとやばかったですね。特にやっぱり後半にかけて面白くなる作品が多すぎますね。ちょっと春アニメに関してはなんかやっぱりね、後半クールが多いよみたいな話があったと思うんだけど、なんかやっぱりそこら辺なんか続きものが多いから、それはやっぱりまあ面白いでしょみたいなことを言われていたんですけど、ちょっとダークホースもね結構あってね、ちょっとびっくりしましたね。もう一番大きい例がこれですよね。はい、まあ、そんな感じで見ていったわけなんですけど、2024年夏アニメには問題点というものがございます。これがタイトルにつながってくるというところで、土曜深夜日曜日の放送配信が多すぎるということで、これが日曜日戦争だ。土曜深夜から日曜にかけての放送配信が多すぎるっていうところですね。これはねちょっと問題だと思いますよ。僕もちょっとさすがにね、声を上げざるを得ないんじゃないかっていうところ、本当にねちょっと本当に多くて、もうリアクターじゃなくてもね、これ多分どれを追うか迷うレベルで多いんですよ。本当に多くて、僕 PV 見る配信で、これ面白そう、これみたいな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 って目をつけた作品の中でも、日曜配信だったものがこちらになります。アトリ、負けヒロインが多すぎる、小市民シリーズ、テンスラ後半クール、物語シリーズ、逃げ上手の若君、天水の桜姫ということで、計7本がね、もう日曜配信ということで、これどうなってるの？また日曜僕も本当にね、ちょっとびっくりしちゃったね。うん、リアクション動画にするにしろ、7本日曜みたいなところになってしまったわけなので、ちょっとね、これはね、問題だと思います、改めて。まあ、アニメファンのね、日曜日は充実します、本当に。もう日曜は本当にね、アニメに追われながら、平日は仕事に追われるっていう毎日が続くのが夏なんじゃないかなっていうところではあるわけなんですけど、ただね、やっぱりね、こう、一気に詰め込むというのも、なかなかに、やっぱり見る側もしんどいっていうか、リアクション動画を見る側もしんどいっていうところもあるし、まあ、いろいろとあると思うので、まあ、ちょっと動画配信のスケジュールがねずれちゃうっていうところが割と僕の中では夏アニメ問題点。うん、なんかやっぱり人によってもさ、多分無理だよね全部は見れないじゃん、興味があっても。やっぱりさ、日曜はさ休みたいなっていうところで、まあ休むイコールアニメを見るはほぼ同義ではあるんですけど、ただやっぱり脳みそは使うので、アニメ見るの上でね。うん、だからこそ大変かもしれないし、まあそれも加味してね、放送日から動画配信のスケジュールをずらすことがありますので、ご了承いただけたらなというふうに思います。まあでも本当にね、何度も言いますけどね、業界内の競争は激しすぎます。前回も言いました、普通の人は忙しくて全部追えないんですよ。このレベルの豊作っていうのを収穫できるのは限られた異常者のみなんです。こういうやつね、こういうやつ。そんな感じで軽く問題定義をしながらも、選定基準に移りましょう。選定基準、トレンド感、期待値、共感できるか、それらを総合的に予測してリアクションするかを考えております。トレンド感っていうのは TwitterX においてトレンドに乗るかな、どうなのかなっていうところだったりだとか、期待値っていうのは、これはなんかどのくらい期待されてるのかなっていうところ、共感できるかっていうのは、
一緒にこの感情を共有したいかなっていうところをこういろいろとこう加味してリアクションするかを決めています。ラブコメ、一人でアーンってなりたい人が多い中で共感したいかな、どうなのかなとか、トレンド感、まあガルクラなんかは特にね、やっぱりトレンドを支配していたわけなので、まあここら辺でグーンって来たりとか、まあやっぱりその場その場でいろいろと予測しながら見ているよっていうところで、決めた、作品、改めてスケジュール発表していこうと思います。こちらでございます。まあ前回よりはおとなしいねっていうところで、まあ気になる方はね、一時停止してご覧いただきたいっていうところではありまして、用語解説もやっていこうと思います。アンケート部門と俺が見たい部門で何っていうところで読んどいてください。はい、もうこれもいつも説明してるので、アンケート部門に関しては俺がよりやっていて、俺が見たい部門に関してはデュラララとロクアカ、ロクアカの次はアイナナをやっていくんだけど、デュラララやっております。チェックしてみて、デュラララ超おもろいよ。見てください、この顔、この顔 CV 神谷博士ですよって顔してるんですけど、実際問題 CV は神谷博士様です。はい、そんな感じで、ぜひとも注目してみてください。デュラララは超おもろい、マジで見てみて。はい、というわけでそんな感じでやっていこうと思います。月曜日ですね、見ていくものがあります。杖と剣のウィストリアと鹿の子のこの子コシタンタンとニーアオートマタバージョン 1.1 への後半クール見ていこうと思います。この中で注目アニメもちろんこちらになっております。杖と剣の違います、鹿の子のこの子コシタンタンでございますね。はい、もう完全に令和のボーボボでした、これ。本当にね、皆さん見てください、あらすじわかります？あらすじ意味がわかります？うん、そこには浜の水を垂らし角が電線に引っかかって身動きが取れなくなっている女の子が、そんな状況ある、そんな状況ある、それ何みたいな感じになってしまっているわけなんですけど、もう完全にね、僕ちょっと頭がおかしくなってしまいまして、これ見て、PV 見た時点でね、本当に頭おかしくなりそうで怖いですね。うん、令和のボーボーボーと言っても本当に差し支えがないくらい、いやもう僕は不安ですよ。 PTA からこの作品見てたら頭おかしくなるって言われるんじゃないかみたいなところとかも含めて、そしてですね、この右下のね、金髪女の子コシトラコちゃんがね、超可愛くてですね、鉄パイプで僕の頭をぶち抜いてほしいなっていう欲求にもう支配されております。こんな感じで鹿の子の子の子コシタンタン見ていこうと思います。で、ぜひとも一緒に楽しんでいただけたらと思います。火曜日に移ります。火曜日は小市民シリーズ狼と香辛料の後半クール、転生の桜姫見ていこうと思うわけなんですけれども、注目アニメはもちろんこちら、天水の桜姫ですね。あ、今噛んだ？噛んでないよ。天水の桜姫見ていこうと思います。クソバズったゲームのアニメ化っていうことで、もうめちゃめちゃ話題になった作品ですよね。もう本当に発売されて、このゲームおもろいぞと、このゲームの攻略域は農林水産省だぞと、そういう風に話題になった作品で、もうゲームイズはぁ、ゲーム 8 はぁみたいな感じで、もう僕もすごい気になってたんですよね。これやりたいなと思ってたけど、ちょっと時間がなくてできなくて、うん、なんならストーリーを終えるこのアニメになってすげえ嬉しいぜっていうところがあるので、ちょっと割と楽しみにしているんじゃないかなという風に思っております。まあそんな感じでね、米を育てていくアニメで、もう農家をやるっていうことなので、実質仕事もののアニメになっている。そしてこのアニメ制作は PA ワークスさんということで、もうこの方程式が出来上がるということで、もう PA かける仕事イコール神ということでね、もう PA ワークスさんイコール仕事もの、もう神みたいな感じで、もう QED、 もうクワトエラートデモンストランドみたいな感じになってるので、はい、もう完璧にもう神アニメが約束されてしまっている。天水の作間姫めきぶぶ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 ぶ、天水の桜姫見ていこうと思います。はい、というわけで、火曜日は天水の桜姫楽しみにしていただきたいなと思います。小市民シリーズとね、桜姫は本当は日曜放送なんだけど、火曜日に回るということで許していただきたい。楽しみに待っていただけたら嬉しいです。そんな感じで水曜日見ていきましょう。水曜日はパラドックスライブの音源とドラマトラック、そしてクラシックリアクションシリーズアンケート部門と俺が見たい部門2ということで、春とほとんど変わらないですね。ここら辺はほとんど一緒でございます。そんな感じで木曜に移っていきます。木曜は推しの子第2期ということで、推しの子を見ていくのと、クラシックリアクションシリーズアンケート部門と俺が見たい部門1を見ていきます。注目アニメもちろんこちらでございます。推しの子第2期でございますわよっていうところであるわけなんですけど、あらすじに関してはもう完全に1期のものですね。はい、まあ1期のものなんですけれども、まあまあまあいいでしょうというところで、もうキービジュアルがやばいというところではあるわけなんですけど、なんか 2.5 次元舞台みたいなものをやっていくらしく、まあなんか前期というかね、1期はアイドルにフォーカスを当てていたけど、完全にアクア視点の物語になっていくよね。俳優やっていくぜベベみたいなところではありますので、もうどうなっていくのかワクワクしていきたい。まあでもアクア活躍してたか、一期の段階でもね、なんか リアリティショー、恋愛リアリティショーをやったりとかしてて、まあいろいろとね、こう出来事が積み重なってるし、一期のリアクションの段階でね、結局愛をこう消しかけた犯人っていうのは誰なのか、愛を消しかける、愛を消そうとした犯人は誰なのかみたいなものも考察してたので、もうちょっと見返して改めてその推理みたいなものを整理したいなと思ってるんですけど、ちょっとね1話が辛すぎてね、見返せてないという現状でございます。はい、もうどうしようかね。なんかさ、もうどんな話だったかな、もう一回見返して確認しておこうと思ってもさ、1話が辛すぎて見れない。だって僕の中でもう、だって星野愛はいないんだもん。もういないと思って飲み込んだのに、改めて星野愛がいた現実から始めなきゃいけないっていうところはなかなか辛いね。このアニメ鬼畜か。そんな感じで金曜見ていこうと思います。金曜クラシックリアクションシリーズアンケート部門と俺
映画見たい部門2位ということで、なんか落ち着く、なんか落ち着く、もうなんか落ち着く。今までもう毎日詰め詰めだったから、なんかこれだけなんかこう文字がすっきりしてるとすげえ落ち着くなっていうところもありまして、土曜日に移っていきましょう。土曜日、異世界スーサイドスクワットと 2.5 次元のなんだっけこれ、リリサ見ていこうと思います。そしてクラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門1ということでやっていこうと思います。注目作品はもちろんこちら、異世界スーサイドスクワットですね。見ていこうと思うわけなんですけど、これクッソ話題になったやつですよね。もうなんかアニメ化するよってなった瞬間にもうえーってなって、さらにキャラデザみたいな感じになって、もうバチクソ話題になって、僕もマジでハーレークイーンめちゃめちゃ可愛いなっていうところで超期待してるので楽しみなんだけれどもちょっと不安要素があって、 DC コミックスを僕よく知らないんですよね。うん、てかもうアメコミ自体にあんまり縁がなくて、 MCU とか DC コミックスとかもなんか X メンとか結構知らないので、楽しめるのかなっていうのはちょっぴり不安ですよね。なんか知ってるからこそ楽しめる小ネタっていうのはあるんだろうけど、なんかそれを知らなきゃ楽しめないよって形になったらちょっと怖いなっていう雰囲気もある。うん、僕だってジョーカーも知らないし、ハーレークイーンも名前しか知らなかったからね。うん、だからこれちょっと大丈夫かなっていう不安があるんですけれども、まあ困ったらね、もうリアクション動画にね、あの詳しい方がコメントになんか書いてくれるんじゃないか、解説みたいなものをくれるんじゃないかっていうことで、ちょっといろいろと思うところがある。だってこの悪役の関係性もよく分かってないからね、本当になんかどうなんでしょうねっていう風に思いながら、僕はちょっと不安を抱えながらこのアニメと向き合っていくんじゃないかっていうところもあります。はい、もうなんか本当にだって悪役をヴィランっていうの僕本当に馴染みがなかったからね、ヒロアカでやっと、あ、悪役ってヴィランって言うんだって思ったレベルなので、だから本当にね、なんか無知があっても許していただきたいなっていうところもありつつ、はい、まあ馴染んでいきたいな。こっからやっぱり DC コミックスを知っていくっていうのもありなんじゃないかなっていう風にも思ったりしておりますので、まあちょっとワクワクしながら追いかけていきたい。まずキャラデザがもう全体的に神なんでね、はい、ワクワクしていきたいなという風に思います。はい、というわけでそんな感じでスーサイドスクワットも一緒に楽しんでいただけたらと思います。そして日曜日ですね、日曜日は転生したらスライムだった件3期の後半、物語シリーズ、そしてクラシックリアクションシリーズのアンケート部門見ていこうと思います。そんな感じでですね、はい、というわけで、疲れた2024年夏アニメ動画配信スケジュールはこんな感じになっておりますっていうところではあるんですけれども、まあ改めてね確認していただけたらなという風に思います。変更があるかもしれないんでね、そこら辺も許していただきたいなという風に思います。そしてですね、まあ物語シリーズ軽く触れたわけなんですけど、まあ多分何度かコメントでも懸念されてる方がいらっしゃった通り、まあ今のままじゃ1話間に合わないっすね物語シリーズ、なんだっけ、オフシーズンモンスター何、オフシーズンモンスターシーズンだっけ。うん、ちょっと間に合わないかもしれないんですけれども、ちょっとねスケジュール詰め込むかはちょっと考え中です。うん、まあ1話に間に合わせてガッと見てガッと放出するかって言われたらちょっと怪しいんですよね。見る側がついてくるかって言われたら微妙なところじゃないですか。だからまあ2話3話でなんとか間に合うようにしていこうかなとも思ってるんですけど、まあちょっとそこら辺は考え中なので、なんかコメントとかであればちょっといただきたいなっていう風に思います。まあできれば1話間に合わせたいんですよね。まあそんな感じでスケジュールの話をしたわけなんですけど、まあいつもよりねこうスケジュールが結構緩めというか、まあ前期というかね、春アニメよりかは多少なんかちょっと緩めにしたから、ちょっと感想動画をね定期的に上げたいなって最近考えまして、ちょっと裏で見たアニメとか、もうこのリアクションしたアニメの感想みたいなものを簡単にバーって話したものを作りたいなと思ってます。はい、まあ夜クラとかちはやふるはちょっと作り込みすぎたなっていうところだったりだとか、ちょっといろいろと試してる段階ではあるんですけれども、まあちょっとそんな感じで感想兼レビュー兼紹介みたいな動画を作る予定ではあります。今のところねこう 4,5 作品分メモを用意してあるので、まあ本当に時間さえあれば取り掛かれる状態だから、まあちょっと感想動画なんかも作っていくので、ぜひとも見ていただきたいなっていう風に思います。なんかこう共感していただけたいとか、今まで見たことない作品を見ていただきたいなっていう、そういう意図もあります。さらにはやっぱりアニメリアクション市場の変化を見据えて、ちょっとねちょっとリアクション飽きたぜみたいな、なんかちょっと視聴者さんがこうリアクションに触笑気味になっちゃったよみたいな時のために、なんかぼーっと見れるこうラジオ動画みたいな感じとは違うけど、なんかそんな時にシフトできるように武器も作っておくぜみたいな感じで、まあ改めて喋りの技術向上ですよね。こういうのもね、何度も何度もこう喋り直してうまいことまとめながら、もうその場その場アドリブで喋っている状態ではありますので、もうそのアドリブの精度を上げていくみたいな形で喋りの技術向上としてやっていこうかなというふうに思いますので、ぜひともチェックしていただきたい。もうねなんかある程度ストックを作って、まあなんか定期的に上げられるっていう目処が立てば、まあこのチャンネルじゃなくてまたサブチャンネル作ってそこにぶち込むみたいなことを考えたりだとか、まあバックナンバーをねこうメンバー限定にして上げるみたいなこととか、いろいろと考えてはいるわけなんですけど、とりあえずね感想動画をまあ2週間に一遍上げられるくらいには定期的に上げたいなと思っているっていう展望がありますということが、ちょっと今ここで言っておこうかなっていうふうに思いますので、あのなんか意見あればコメントくださいということで、はい、そんな感じです。はい、というわけで。
はい。というわけで、話し終わったわけなんですけど、疲れた。ごめんなさい。早口でまくし立ててしまいました。もう本当にね、ちょっと長い動画になるとね、やっぱりね、ちょっとみんなしんどいと思うから、めちゃくちゃ早口でまくし立てて、あーたのこうだと喋ったわけなんですけれども、大丈夫でしたか？聞き取れましたか？まあ、スライドがあったから大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思ってるけど、にしてもね、カミカミだし、早口だし、大丈夫なのかなって思ってます。まあ、大丈夫か。オタクだし、僕。うん。まあでもね、本当にね、日曜日戦争っていうことで、もうちょっと本当に日曜配信のアニメが多くて、なんかさ、やっぱり夜寝て起きて、なんか朝になって、さあ、桜姫見るぞ、小市民シリーズ見るぞって思っても、ちょっと僕のスケジュールだと、ちょっとね、小市民シリーズ、転生の桜姫は火曜日更新になってしまうので、あれあれあれっていう感じになって、本当に申し訳ないんですけれども、まあちょっとずれてしまうんですけど、許してください。ちょっと日曜に詰め込みすぎると爆発してしまうんですっていうところもあるし、ちょっとさすがにこれはね、ちょっとやばいっていうところもありますので、まあ一応ね、なんかもう撮れたらできる限り早出しはしようかなとは思ってるんですけど、あくまでね、遅くても火曜に上がる程度のスタンスでいてくれたら嬉しい。できれば早めに上げようとは思っている。そういうことは皆さん把握してください。そういう意気込みはあるということなので、まあ早く上がったら早く上がったで喜んでください。はい。というわけで、まあそんな感じでね、まあスケジュールがずれ込んでいたりだとか、イレギュラーなことが起きていたりだとか、まあいろいろとね、複雑なことになってるかもしれないんですけれども、まあその都度都度で楽しんでいただけたらすごい嬉しいので、よろしくお願いします。なんかね、意見があればね、コメントとかでいただけたらなという風に思います。あー、天水の桜姫遅い、あーみたいなところとか、なんか感想動画楽しみですでも何でもいいよ。なんか意見があればください。はい。参考にはします。言うことは多分聞きません。はい。というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、スケジュール動画でした。バイバイ。適当。